あとは、まあ、一番頭の方のページで、はい、第1冊目でも、お世話になった川島小鳥さんに同じくこう第2回も撮ってもらってっていうところで、はい、あえて同じカメラマンでその変化を楽しみみたいなところもあったと思うんですけど、はい、どうでした久しぶりに会って、うん、久しぶりにやってみてやっぱり小鳥さんの、まあ、緩い感じだとか、うんうん、なんかやっぱり世界観がすごい改めて好きだなと、うん、はい、思いました。例えばその世界観って、うん、夏目ちゃんと共感するところって、はい、うん、小鳥さんの写真はそんなに決めすぎてない感じの、なんかモデルさんも素でこう遊んでるところを、日常のなんかちょっとしたところを撮ってらっしゃるんですけど、私も本当に小鳥さんとなんか遊びながら撮影をしまして、決めすぎないなんかその場の空気感をすごい大事にしてるところがすごくポイントだなと思います、はい、このカバーの写真も小鳥さん、はい、はい、そうです。これを選んだ、うん、なんだろう、決め手って何かあったんですか。これを選んだ決め手は、ちょっと前髪が、うん、前髪が一番綺麗になるほど見えてるなと思って選びました。なるほど、はい、前髪セレクトってことですね。割と前髪セレクトですね、はい、すぐ水戸夏目って分かるような表紙にしようかなと思って、うん、はい、まあ、あとファッションの方だと、はい、こう夏目ちゃんらしいなと思ったのは、うん、結構ファッション誌だとさっき夏目ちゃんが言ったマニッシュとか、はい、ガーリーとか、うんうん、こうカタカナの言葉が出てくるんだけど、うんうんうん、この本だとレトロお嬢ちゃんとか、はい、ハンサム紳士とか、うん、ご近所坊や、はい、このレトロお嬢ちゃん、ハンサム紳士、ご近所坊やっていうのが、うん、夏目流っていう三大キーワードみたいに挙げてくれたと思うんだけど、はい、これレトロお嬢ちゃんってっていうのはどんな、うん、あれなんですか。ただ単にそのガーリーファッションっていうだけだとやっぱり他の雑誌の雑誌だったり、うん、すごい当たり前というか、うん、っていうよりはもうちょっとなんか自分らしさを出したくて、うん、なんかガーリーっていうよりはこうレトロなお嬢ちゃんっていう、なんかそういうお嬢さんとかでもなくてお嬢ちゃんっていうところがなんか自分っぽいなと思って。そうだね、はい、ボーイッシュもご近所坊やになってるからね。ご近所坊やです。親近感のあるボーイッシュみたいな、はい、そうです、うん、はい、なるほど、うん、ハンサム紳士っていうのはさっきの大人っぽい、大人っぽいマニッシュ、うん、まあ、マニッシュの括りなんですけど、まあ、ハンサムっていう言葉ってちょっと、うん、なんかレトロな、うん、古風な感じがするので、うん、すごいかっこいいなと思って選びました。はい、まあざっくりお話すそんなところがこの本の中身になってるんですけど、はい、夏目ちゃんからなんだろうな、この本の見どころみたいなところって、はい、ここだけは注目してねみたいなのがあったら、ここだけは、うん、そうですね、やっぱりまあ、見てすごく幸福感がたくさん皆さんに伝わればいいなって思うのと、あとやっぱり自分がその青文字系モデルをやらせていただくにあたって普通のモデルさんよりはやっぱり私はスタイルが別にいいわけじゃないし背も低いので、そういうコンプレックスがやっぱりたくさんあるんですね。で、そういうコンプレックスを持った方たちにも楽しめる洋服ってこういう着こなしできるんだって新しい発見とか、うん、できるような本になってるかなと思います、はい、そこも、はい、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、はい、そのコンプレックスさんいらっしゃいっていうね、はい、コンプレックスさんいらっしゃいっていうコーナーがありまして、はい、じゃあ特選書の方はこれで、以上になりますが、はい、ご質問、ある方挙手していただければ思います。じゃあ今回なんか前髪を切りすぎても美しく見せる、はい、みたいなところを紹介されているんですけど、はい、普通の人はちょっと前髪切りすぎたら、はい、へこむと思うんですけど、そうですね、そんな時にどういうふうにリカバリーするためのが重要なポイントっていう、はい、そうですね、まあ、やっぱり
あの前髪を切って、まあ、切りすぎれば顔がすごい明るく見えるんですよ。なのでまあ失敗したなってやっぱり思う方の方が多いと思うんですけど、まあ、それ以上に顔がポジティブになるっていうのがすごくいいと思います。ありがとうございます。他ございますか？すいません、はい、幸福になってほしいっていう気持ちを込めて言ってたんですけど、はい、最近ご自身でプライベートって幸福なこととかってありますか？幸福なこと、そうですね、でもなんかこの本出せたことですかね。よく出せたよね。よく出せました、ね、はい、このスケジュールの中でこのクオリティはすごいな。なんかたくさんいろいろこう2016年になって夏目服っていう新しいなんか2冊目の書籍が出せたし、あとあのワンマンライブも決まったので、それはなんか自分にとってすごい幸福なことだなと思います。レトロなお嬢ちゃんって水戸さん、はい、水戸さんがだけを使いあ、はい、今のところ自分だけなんで、はい、なんかこれを機にちょっとたくさんの方もなんか使っていただけたら嬉しいなって思ったりします。今日もどっちかというと今日はレトロお嬢ちゃんの方です。はい、ありがとうございます。ハンサム紳士っていうのも女性、女の子のファッションに関する表現っていうのか、うん、そうですね、もともとちょっと男の子っぽい格好が好きだったんですけど、最初はボーイッシュだったんですけど、なんか年取るにつれてそのボーイスの中でも大人な過去がしたくなってきたので、それをこうちょっと洒落た感じでハンサム紳士という風に名付けました。最近大人になったんですか？最近そう、25なんで、で今年の2月でちょっと26になるから、まあ割とアラサーだからちょっと大人っぽくもやってみよう、挑戦しようかなと思います。そのハイチークですとか、はい、前髪もそうなんですけど、そういった部分を作り出すっていうことに関して、は特になくて、なんか私もなんか日頃やってることをこうやっぱり編集部の方々にこう注目していただいて、雑誌にこうハイチークの企画だったりダサカワの企画をなんか入れてもらってるので、あんまり気にしてはなかったんですけど、なんかまあでもこうやってなんか水戸夏目が流行らしたぞみたいな言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。なんか次に狙ってるものとかありますか？今これが、今これやってるとか、はい、そういうのも載ってる今、あーでもそうですね、全部水戸夏目がやってますっていうメイクだったりファッションは全部詰まってます。そのヒントが、はい、あります。じゃあよろしいですか？じゃあフォトセッションの方に移らさせていただければと思います。はい。ではそのまま姿勢を取ってください。ちょっと首傾けて。